フォシテスにマグニスに配る。ご聖人ともあろうものが。ふん。不甲斐ないことよ。行っちゃうの？あ、離れた方がいいよ。お姉ちゃんは悪い人だからさ。もう分かった分かってるってば。いいえ、分かっていない。魔術の習得に必要なのは基本をしっかりと。分かったよ。でもロイドだって僕の魔術褒めてくれてるんだよ。口答えしない。エクスフィアを捨ててこの旅を無事に終わらせることができると思っているのか。巫女を守るために強くなると言ったのは嘘か。それがあるからこそお前は戦えているのだぞ。そうだよ。こいつがなけりゃ俺はただのガキだ。そんなことは分かってる。でもディザイアが人の命で作った石なんて使えるかよ。母さんはこいつのせいで。化け物に変わり果て正気を失った培養体 A012 を君の父親が。母さん、父さん。やっぱり厳しいね。悪い。大丈夫、僕がその分フォローするからさ。ありがとな。長き道のりだったな、ミコ・コレットよ。そなたは試練を乗り越え自らの資格を証明したのだ。今こそ救いの塔への道は開かれる。そこで最後の試練を受け再生の祈りを捧げるのだ。その時この世界は救われるだろう。お疲れ様。これで救いの塔を目指せるね。うん。具合はどう？大丈夫です。今回はそんなに辛くありません。救いの塔に向かう前に休みましょうね。どうした？って、そっちのセリフだよな。悪い。なんか、いろいろ頭ん中ぐちゃぐちゃになっちまってさ。お前を守るって約束したばっかりなのに、ほんと、情けねえ。なあ、歌歌ってくれねえか。あれ聞いたら少しはすっきりするかもしれねえ。あ？
コレット。お前、まさか、声が出なくなっちまったのか。おい、コレット、こんなのってありかよ。コレット、ごめん。うん、ねえ、ごめんね。俺はごめんね、ロイド。歌、もう歌ってあげられなくなっちゃった。俺はバカだ、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 大バカ野郎だ。こんな辛い思いをしてる奴がすぐそばにいるっていうのに、自分のことばっかり。ちくしょう、何やってんだよ俺は。ちくしょう、ちくしょう。クラトス、俺何も言うな。思いっきりきつめてな。いいだろう、来い。コレット、お前が何も感じられないんなら俺が代わりに感じてやる。お前が歌えないなら俺が歌うよ。俺はバカで、いざって時に役に立たねえ弱虫だけど、ずっとお前の隣にいる、一緒にいる、ずっとずっと。光った家へ帰